いつもご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げ、盾祭り候。船盛りできよっとは。船盛りになります。とんでもないの。なんとまあ豪快に盛られた魚たちよ。マグロ。あいにくの雨。最近飯を食いに行くとなると雨であることが多い気がするの。まあ拙者、雨将軍みたいなところあるからの。雨も滴る良いマスラを。じゃからの。はっはっは。さ、今日は魚じゃ魚じゃ。魚を大いに楽しもうぞ。日の出じゃや。茶屋で魚か。愉快ではないか。よし、いざ参らん。謎の座りどころ。全然茶屋ではないではないか。明らかに職人だし、ただならぬ達人の気配を感じる。失礼いたします。メニューはお任せいただいてもよろしかったでしょうか。うん、任せる。ありがとうございます。最初から任せられるのか。お任せです。はい。よい。見るも美しきかな。お待たせしました。な、船盛りできよったわ。とんでもないの。本日はこちら船盛りになります。お待たせしました。たっぷり出汁の効いたお味噌汁です。これ信長公が酒飲む時の器じゃん。どうぞ。船盛りに飯と味噌汁、才の功じゃな。何種類あるんじゃこれ。なんとまあ豪快に盛られた魚たちよ。豪快でありながらやはり見た目が美しい。この国の素晴らしいところじゃな。店の名の旗が掲げてあるのか。生きよの。生きるも死ぬも甲冑次第じゃ。何から行くか迷いどころよ。まずはマグロじゃな。マグロ。うまい。滑らかにほどけよる。ブリ。うむ、良い甘みじゃ。食感がいいの。コリコリがたまらん。そして飯がうまい。伊勢海老。プリップリじゃ。じゅわっと甘みが広がりよる。そして飯がうまい。なんか小さな幸せ見つけたの。
松川狩り。これまた味が濃いの松川。これがあのカレーだとは。サザエ。コリコリと食感がよく、香り高い。身も締まっておるな。カワハギ、肝巻き。おお、めっちゃ濃い。うまい。身と肝の旨味が一気に広がる。ほんのり甘めの醤油によく合うの。ホタテ。新鮮なホタテじゃ。うまい、甘い。しかし甘い中にもしっかりと歯ごたえがある。桜エビ。これはすごい。味は甘くトロトロとしておるのに、シャリシャリとした食感が駆け巡る。桜エビ、面白きかな。シラス。うむ、これは一気にかっこみたくなる代物よ。とろりと粘りがありつつ、この小さき一匹一匹にしっかりと海の香りを感じる。落ち着く。海のものの出汁がよく出ておる味噌汁じゃ。具沢山なのも嬉しいが、やはりこの帰ってきたくなる安心感がたまらんの。大量じゃ。量だけにな。さて、もりもりゆかん。一度にこんなにも刺身を食せるなんての、なんて贅沢なんじゃ。もちろん寿司は寿司でいいんじゃが、ひたすらにネタを食したいという時もあるからの、拙者はそれが今だという話を。芽ネギもしっかり使っていく。うまい。白身や貝が続いたら赤身に戻る。そんな選択の自由がここにある。愉快じゃ。普段刺身はゆっくりと晩酌しながら食うものじゃが、今宵は違う。贅沢なるままに、このうまい魚たちを一気食いよう。このマグロ、赤身は癖がなくどんどん入っていくの。これだけ量があるからの、一度に二枚食いじゃ。
カワハギは淡白な感じもあるが、噛むごとに旨味が広がる。うまい。肝が巻かれているのが粋じゃな。はいや、髪もどんどん二枚食え。芽ネギと大葉でさっぱり。うむ、香り高し。この鯛は本当プリプリじゃの。コクの強みもまたよし。新鮮なものばかりじゃ。ん？なんじゃ？ BGM とやらが消えた気がするが。職人が後ろを通った気配があったが。え？何？何あれ、弾き始めたぞ。いい音色じゃ。拙者も負けてられんわ。食欲が加速してゆく。曲が終わったか。素晴らしい音色じゃった。あっぱれ。ありがとうございます。褒めて使わす。さ、食べよう食べよう。うん、うまいの。うんうん。サザエの肝、これまた濃厚そうじゃ。一気に味が駆け巡る。じゅわじゅわと味が染み出る。伊勢海老の甘みとプリプリさはどこまでも消えん。食い応えのある伊勢海老よ、ありがとう。幻の魚とも言われる松川、こんなに食せて嬉しい限り。最後の一切れか。二切れあるようにも見えるが、まあそういうことよ。どことなく寂しいの。うまかった。あっぱれなうまさであったわ。どこまでも粋じゃな。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとお待ちください。
ですね、こちらの特大のアナゴの棒寿司になるんですけれども、お持ち帰りになってください。かたじけない。こちらのアナゴの棒寿司ですが、日の出茶屋のホームページにて、ご購入ができます。はい、全国配送できますので、ぜひ皆さんご購入ご検討よろしくお願いします。よろしく頼む。今拙者がそのまま帰ると思ったであろう。そうはいかぬわ。うまいものを持たされてしまっては帰るまでなど待てぬわ。これは楽しみじゃ。特大アナゴの棒寿司、これはうまそうじゃ。タレは全部使ってしまおうではないか。身もタレもキラキラと輝いておるわ。実食じゃ。うんま、ふわふわじゃ。なんじゃこのアナゴ、どんだけふわふわなんじゃ。甘みとほのかな脂身、特製のタレがその身によく染みてうまい。溶けてほどける。口の中からすぐに消えてしまうな。日の出茶屋、どこまでもうまい店であった。スマホなるもので読み込み時よ。